武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山口大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、時間120分で大問が3題、ですが、まあ、大問3が、実質大問2つ分あるので、実質まあ大問4題、と考えておく、形になるかと思います。で、長文の読解が2題と、英作文、まあ、会話の穴埋めと、まあ、英作文ですね、が1台ずつ、出るような形と、なっており、で、まあ、英語で答える、問題が多く、出題される、形式となっています。で、まあ、問題の文章の難易度自体は、そこまで高いわけではないのですが、大問1に関しては設問自体が英語、で聞かれる形となっており、まあ、ちょっとそこが、慣れてないと厳しいかなという形ですね。で、大問2の、日本語で答える問題に関しては内容そのものがそこまで難しくないので、割とここはまあ取れるかなとは思うんですけれども、大問3、のまあ英作文ですね。こちらに関しては内容を読めていれば解けるというわけじゃなくて、自分で考えなければいけない問題も結構多いので、まあ、要は行間というか、その周りの文章を読んでれば答えなきゃいけないこと自体は、まあ、日本語だったらある程度わかるんだけど、じゃそれを英語にできるかみたいなところになると、英作文の知識というかある程度例文を頭に叩き込んでおかないと、まあ、周りの文章だけで、まあ、うまく組み合わせて作るみたいなことはちょっと難しいかなと思いますので、英作文の参考書をやり込むことがまず重要かなというふうに思います。で、やっておく参考書のレベルに関しては、まあ、長文のレベルは、まあ、日大レベル、しっかりできていれば、まあ、戦えなくはないですが、まあ、ちょっと、やはり英語で答える問題も多いので、できればマーチまではやっておいた方がいいでしょう。まあ、その際に日本語で答える問題、英語で答える問題練習するという意味で、国公立標準問題、キャンパス、などをやっておくと、いいかとは思います。で、英作文、は必須なので、英作文ハイパートレーニングの和文英訳編は、しっかりやっておきましょう。自由英作文、に関しては、まあ、なくてもいけるとは思うんですが、まあ、ただちょっと自分で考えるところも出てくるので、練習しておきたかったら自由英作文の方もやっておきましょう。で、和訳問題に関してですが、これはそこまで難易度が高いものが出るわけではないので、やるとしても英文和訳演習の基礎がやっておけば十分かなとは思います。で、日本語説明問題も出るんですが、これに関しては読めければ十分書ける内容なので、特別参考書を追加する必要はないかと思います。以上が英語の勉強となります。